ついに極妖怪輪廻のイベント始まりました。 Z ランクです。いや皆さん、その勇猛さを称えて極妖怪トーナメントへの参加を許可します。極妖怪トーナメント相変わらず偉そうなタイトルな。いやこれはエンマ大王、これはエンマ大王と輪廻直接会話してるってこと。激突ちょうどいいですね。それではこの世界の命運をかけて極妖怪トーナメント開催です。おほほほ、ごく生ハゲもトーナメントを勝ち進むと特別なお宝がもらえるらしいが、そのお宝をすべて集めると特別な力が手に入るそうじゃ。これいつものやつだよね。私が全部いただいたな、ガハハハハ。そしてトーナメントを勝ち進み優勝した者は特別にこの私が戦って差し上げましょう。リンネとバトルしてで勝ったら仲間になるかもってやつですよね。ごく吹雪姫キャハハ、楽しそうなことしてるわね。ごく寿司の子も総出演やん。ぐい、僕も来ちゃったね。リンネ様、私たちにも戦わせて。ごく吹雪姫とごく寿司の子が出てくるんだよね。リンネが戦うまでもないよ、僕がみんな食べてあげる。なんとはトーナメントに優勝するとごく吹雪姫とごく寿司の子が出現。トーナメントには我らも参加させてもらおう。極妖怪も参戦、それがしも戦うでござる。極武士にゃめっちゃ可愛い、好き。俺も参戦しよう、極オロチ。俺の妖魔界でこれ以上勝手な真似はさせられねえ。俺と一緒に戦ってくれ。トーナメント始める前に武道会ガシャ回しておきます。特殊能力持ってる妖怪が鉄格ですね。出現率アップじゃないのか、 0.5% 結構出にくいですね。あと犬マロデロンとか金太郎にはもう追加されてますね。鉄格狙いでガシャ回してみます。リンネに対してダメージアップが鉄格ですよね。そう、金なし、全てピンク色、マジか。おろ？色のカプセルから S ランク金タルニャン来ました。特殊能力持ってます。ガシャダマで体がなまったかも。なあなあ、お前相撲は得意か。金タルニャンは力持ちでさ、クマを相撲で倒すんですよね。金ちゃん鉄格持ってないとリンネなかなか厳しいだろうな。はい、20連目いきます。ごく土の子とかごく吹雪姫に対しても鉄格は特攻なはず。金のカプセル1個もなしてえぐいな。色のカプセルから登場するパターンあるかな、これ。おろ、色のカプセルから低ランク高ランク SS ランク犬丸デロン登場。特殊能力持ってます。我こそはヌラリヒョン様の側近、犬マロデロンダデロン。猫キヨは Y ポイントと交換だよね。あと横取りの時に活躍するんだよね、この犬マロさん。ヌラリヒョンの側近、あとは鉄格だな。30連目こちら新キャラなしですね。50連目の結果こちら、犬マロが2体目ですね。60連目の結果こちら、キンタロニャンがこれで3体目ですね。70連目いきます。100連で攻めてできてほしいな。うお、すごないこれ金のカプセルが6個、半分以上やん。これ期待できる。こんなんなかなかなくないっすか。金太郎にゃん鉄格がなかなか出ない。飛来神に破壊に犬丸さんに A ランクに、あ、来たかもしれん。これどうすか。来ました、 SSS ランクエンマラ王鉄格。エンマラ王10代目鉄格である。力が必要な時は呼ぶがよい。この剣で粉々に砕いてやろう。すごい、かっけえ。あの人玉が10個あるんですよね、鉄格さんは。やったね、特攻の鉄格さん70連目でゲットです。トーナメント15回優勝でいよいよリンネが登場。私がお相手して差し上げましょう。ようやく出てきたか、エンマ大王よ。あなたの作った妖怪と人間が交わる世界は
友情だけではなく争いも生み出したと。なるほど。その争いによって大切なものを奪われた者もいる。そんな悲劇を繰り返されるために妖怪と人間は交わるべきではないのです。なんか昔のヌラリみたいなことを言うてますね、リンネ。だからエンマとあなた方にはここで消えてもらいます。妖怪と人間お互いの秩序のために。リンネ降臨。強そう。トーナメントの進行と関係なくいつでもバトル。あ、そうなんすか。まずはリンネのステージをタップ。リンネのパワーを封印する。桁違いの強さのようです。とまともに戦っても勝つのは難しい。で、リンネの力を封印する方法を発見。ウィスパーすげえな。私有能すぎて自分の才能が怖いですね。ここに相手の条件をクリアすればリンネの力を封印して弱らせることができると。全部で封印は6つ。勝てないと感じたら封印の条件を達成しましょう。リンネのパワーを5つ封印した状態でバトルしてみたいと思います。極武士ニャン倒したら HP めっちゃ減るんですよね。まず鉱物あげときます。鉱物はドーナツ、一番いいやつあげとこう。 HP が493,371、だいぶ減りますよね。極武士ニャン倒して封印をすると。とにかく素早くフィーバーに突入したい。攻撃力超アップもしたいんだよ。あと鉄核の必殺技を打ちたいんですわ。鉄核3と、どないしょかな。これでいいかな。攻撃力超、ほいで鉄核さんの必殺技でどれぐらいいくかだよな。極武士にはもう行ってこう。あと、あ、いけましたね。必殺技3発で倒せますね、リンネ。なるほど、周回していこう。黒妖怪とかは必殺技 G の状態だったら技ゲージ吸収されて、あ、なんか話してたわ。確かに人間と妖怪は争いを起こすかもしれない。だがその争いをもまとめてこの俺が受け止めてやる。さすがっすね。すべての辛さも悲しみも俺がなくしてやるさ。あなただけの力ですべて救えると。そうだな、少し言葉を間違えな。俺たちが何とかしような。そうだろ、ケイダキン。この力は、ケイダキンだけじゃない。俺たちの世界を守ろうと戦っている人間は他にもいる。俺はこの力を信じてる。人間と妖怪の絆を。エンマ大王よ、なかなか面白い。しかし、私もまだ終わるわけにいかないのです。これからが本当の戦いですよ。ということですね。鉄核で40万ぐらいね。で、極武士にはね、合計60万ぐらい。神経験値玉ドロップ。バトル2回目では仲間にならず。必殺技4発ぐらいかな。あと反撃が怖いもんな。ダメージ74万。ドロップなるか。リンネ様、リンネ来ました。まさかのバトル3回目。ドロップ確率めちゃ高ない？激ムズだし。そう、ついにランク Z のリンネ様登場。私を友達にしようとは、ふふ、命知らずですね。恨みに染まった悪の道、道案内でもしてあげますよ。すっげえ、初めて見たわ、ランク Z。リンネのレベル60まで上げることができるんですよね。リンネのレベル60にしたんですけど、HP874 で攻撃が1059なんですよね。1000超えるってマジ半端ないっすよね。で、必殺技が時を止めてありえない数の妖怪プニを消す。技レベル1で威力77ポイントです。普通の必殺技がこちら。不安に苦しみなさい。あ、なんか文字書いてる。かっちょいい。最後鎖。あとですね、リンネの妖怪のレベルを60にするとお話が見れます。極妖怪完結。
極武士にゃん、そして極生ハゲ、極オロチ、わあかわいい、極吹雪姫、極寿司の子、そして最後はリンネ。リンネの過去って謎だよな。お？おろ？リンネの書見てみましょうか。リンネには人間の友達がいた。妖怪を怖がらない、どこか不思議な女の子だった。彼女は人間との友好を築けず、行き場を失った妖怪たちを助けていた。はあ、ははあ、人間と妖怪とが友好に向け、お互いに歩み寄ろうとする中で大きな争いが起こった。彼女はその争いにより命を落とす。そしてリンネは友好を唱えた張本人である閻魔大王にたどり着いた。手紙を読む。ねえリンネ、あなたは覚えているかしら。いつだったか、あなたがしてくれたリンネという言葉のお話。私ね、あなたのお話が大好きなの。リンネの意味は、魂が時間も場所も超えて生まれ変わることを、そう教えてくれたね。リンネ転生の話かな。あなたは永遠に続く苦しみって言ってたけど、きっと繰り返すのは苦しいことばかりじゃないよ。だってね、もし生まれ変われたとしたら、またあなたと出会えるかもしれない、また友達になれるかもしれない。そう考えたら素敵でしょ。だから私、あなたのリンネっていう名前がとっても好き。それが伝えたかったの。また会おうね、リンネ。素敵な話やん。ええー、話やん。